あのね、あのもう一つはね、NHK のね、あの、方もあの誤解しているのはある人、例えば小脳の問題に関しては、逆に解釈してるんですよ。というのは、あの台湾というのはね、あの、まあ、大体一般的に、まあ、あのなんとかあの一つの島というようなイメージだけど、そうじゃなくてね、台湾というのはもともとこう、あの、こうどの政権でもね、支配しているのはこの、西の方と、あのこう東北、あのこう、東北の方しかなかったので、台湾というのはね、あのその当時、あの、20世紀のこう、あのなんていうか、あの初期まではね、台湾の約3分の2の都市である、あの山岳地帯というのはもう原住民が支配しているところで、初めて台湾ですね、初めて台湾を一つにしたのは第5代目の総督である、あの、作務官さまた大将なんですよね、あの時代に入ってから初めて台湾が一つになった、今までは二つだったでしょ、あるいはあの、いろんなバラバラのこうなんていうかな、政権の方も完全に支配できなかったから、あの時代が初めて台湾が一つの台湾になったということは、そういう認識がみんななかったんだ、だから小脳もそうなんですよ、小脳というのはやっぱしあの交通だ、人流物流出てきてから、そして山岳民族が全部征服してから小脳が世界一になったということはね、演説が逆にね、逆に解釈してたからおかしいなんですよね、歴史は全く知らない、2万6000冊読み込んだとは豪語する割には全く逆、全然不勉強ですね、これ問題なのはそこですね、事実関係を全く違うこと言ってると無知なんですよね、小脳の件なんですけど、小脳の件を見た方が女性なんですけど、やっぱり植民地をああやってやるのねという線を搾取するってことなんですか、搾取したんだわあれでやっぱしって言ってましたので、それは違うって説明したんですけれど、やはり台湾にいたこともないお嬢さんだったんで、いやもう信じてましたね、それはね、何にも知らない人が、ね、見たらね、ひどいこと日本はやってるんだなと、だってね、一般の常識考えてもね、山には入れなかったんですよ、今までは、というのはね、入ったら首取れてしまうからね、私神戸で資料あるんだけどね、大正元年かな、あの、首取られたのはね、つまりあのこう、首取られたのはね、約1000ね、千何人がのこうあの重症になって首取られたのね、600何名かな、だからあの時代大正あれだよ、まだ首あのこう首から族がこう、ね、あの山を支配してたら小脳取れないでしょ、小脳取れない、だからね、NHK 一番けしからんのはね、人間動物園だと僕は思うんですよ、そうですね、あれね、人間動物園って、あれ日本が人間動物園ってね名付けたわけじゃないでしょ、フランスとかあっちですよ、フランスはイギリスでしょ、でもイギリスなんかはあのインド人を裸にして動物みたいな格好させてるわけでしょ、とか日本人はその文化の変遷を教えるために、その、あの、台湾族ですか、台湾族の風俗の写真やなんかを出したけども、それちゃんとみんな着物着てますよね、ちゃんと着物着て、それであと戦闘の踊りとか、戦闘の踊りって言ったって、うん、首刈りの真似させたわけじゃないし、日本で言えば要するにチャンバラさせみたいなもんでしょ、でだからそれをね、あの日本がいかにもあの人間動物園と命名したようなあの撮れるようなナレーションを流すんですね、でしかもあれはね、あの日本からどういうものを出品したかっていうと、調べてみたら相撲取りが36人出てるんですよ、相撲取りが、それから、ね、カルワ同士が、ね、11人出てるんですよ、それから綱渡りが6人出てるんですよ、全部で、ね、150人ぐらい出てるんですよ、それこそ見せ物ですよね、これ完全に見せ物完全に見せ物ですよ、それは民族舞踊と違います、ね、違うんですよ、でしかもあのいわゆるあの戦闘の踊りだってね、あの首からの真似をさせてるわけじゃないし、民族舞踊ですよね、で私ねあの40年ぐらい前ですかね、あの高速族のね ところ行った時に、あの実はね柱がねたくさん立ってましてね、そのね人間の首がね、うん、の模型がね飾ってあるんですよ、でちゃんとまだ向こうではあの首狩りのね風俗というものの記憶を残してるんですね、あのね大正元年のはね、殺されたのは1297名の中で首取られたのね、761名だったんですよ、そして昭和9年に大正9年になってから、首取られたのね251名にしかなかったというのはもうかなりこうあの変わってきたんですね、
で当時はねやっぱしあの人種展覧会とかいろいろあのあったんだけども、あれ今のね一種のこうあの、民族、ま、あの祭りみたいなようなことわざわざ人間動物園というのはこう、あの NHK がね、うん、あれが歴史熱動じゃないかと思うんだけど、熱動するものですね、いかにも日本が命名したやつ、そうですね、NHK の命名ですね、そうそうそう、うん、だからこれは決してね、うん、あの見せ物にしたんじゃなくて、要するに風俗の変遷を示しただけでしょ、うん、これなかったとしたらおかしいと思います、むしろ、うん、このだから歪めるということはすごいですね、今のお話伺ってると、うん、事実に近いようなようなことを言いつつ全部嘘ついてるっていうね、うん、これはあのやっぱり今言った放送法のこの偏ってるっていうか、一回もいいことを言わなかったっていうものと同時に事実関係が全然違うっていうね、このこともすごく大事なことだと思いますね、要するにミスリードするんですね、ミスリードですね、うん、これによるミスリードですね、錯覚させるんですね、はい、これあの台湾の教科書、うん、さっきお話ありましたけど教科書もおかしくなって、うん、若い台湾の人たちは全部信じますよね、うん、で日本の若い子たちも信じますよね、はい、そうすると必ず起こるのは日本と台湾の分断ということですよね、そうです、 NHK は一体何を考えてやってるのか、これは本当にもうそれを考えてるんでしょうね、専門家の先生方のお聞きしてって、うん、だん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 腹が立ってきてそれで早かったね、私はあの今から30年前ぐらいですけども台北に行って、はい、向こうの70代、まあ、60代半ばから70代ぐらい の、うん、あの経済界の、方々、はい、6、7人ですね、はい、私をあの夕食に呼んでくれて、はい、で私はたった一人日本人でお互いに日本語で話してるんですね、はい、お互いに話す時も、はいはい、だから私はあのどうぞ、ね、遠慮なさらないで、はい、あの台湾語でお話しくださいと言ったら、いやいやそれはねこういうことなんです、台湾語というのは、話し言葉であって書き言葉じゃないんですね、うん、だから我々がその経済とかいろんな話をするときには台湾語で話ができない、うん、といって北京語はあの、国民党政権によって強制をされた言葉だから、うんうんうん、そう北京語ではうまく話ができないんだ、だから我々は日本語で話してるんで、うん、別にその気になさらないでくださいって言われたことなんですね、まだまだ勝先生のために言ってるんじゃないんじゃないんですよということですね、もう一つの誤解はね、その台湾人のほとんどがね漢族だということを盛んに言っていってますよね、はいはい、ところがねあの DNA の研究が進んできたら、はい、漢族は非常に少なくてね、はい、あのマライポリネシア族、これは太平洋にね、はい、この南米の近くからそれからアフリカの近くまでね、はい、それからおそらく沖縄から日本のあの熊瀬隼人もそうでしょうけどね、はい、この系統であって漢族っていうのはねあの非常に少なかったんだと、はい、それは言いましたね、ところがね台湾の友達、いやところが結局ねみんなその原住民のあれはね要するに馬鹿にされてたと、どうしても漢族になりたいというのが多かったもんだからね、そういう業者がいてみんなね家計を作って家計簿を作ってくれたんだと、その家計簿をねもらったもんだからね、自分の祖先はねその中国だと勘違いしてるの多いけどね、実際にはね漢族っていうのは非常に少ないという、そうでしょ、ね、何パーセントか、ね、家計簿あれ強制したんですよ、要するに、うん、あのこう名字を受け入れないと、あの税金が5倍から10倍ぐらいですよ、一般に。だ当時のね、当時のこう日本人が入ってきた当時の数字見るとね、リュウメネンがあの市の王朝に報告した当時の数字ではね、西海岸の方はあの、いわゆる民四あの藩独というあの比例なんですよ。民というのは、はい、あの、要するに同化されたあの、原住民が。あの 4割で、で6割がまだどうかされてない、いわゆる正版なんですね、うん、の当時の数字はこうなんですよ、19世紀のスウェーデン、まあ、だから結局その問題もね、まあ、ここのところでも言ってるんですね、今日は出てませんけども、台湾人は台湾人だと、漢族の血はもちろん大陸から来たやつはいるけども、男性だけが来て現地の女性と結婚してもう完全に台湾族というね、台湾人というのがもうできちゃったと。で DNA はあのこれはあのそこには出てませんけど、あの加さんが言ってませんけども、あのどうもある人から言うと一番近いのはベトナムに近いっていうねことはなんか言ってると、だから先生おっしゃったその流れですよね、こうあの、ま、つまり沿岸にいた人たちの、 あのベトナム人に近い DNA を持ってるというようなこともね今最近出てるということで、少なくとも、いわゆる漢人と言われるようなね人たちとは違うというねいうことになってるんですけど、
ただあれだけこの放送の NHK の中で神族神族神族と何回も言われるとそうだろうなと思いますよ。いやだから刷り込みなんですよ。刷り込みです、うん、これはね一番良くないことなんですけれども、繰り返しというのは、例えばテレビのですね情報伝達っていうのは何かというと7割が音声伝達です。意外とテレビって映像だと思われてますけども、現実には音声が7割です。ということはナレーションがすごく大事なことで、みんななんか飯を食ったり何かしながらやってるから映像を見落とすんですね。でコマーシャルがちょっと大きくなるっていうのはトイレ行っても台所行っても聞こえるようにやるんですね、テレビは。だからそこのところははっきり見とかなきゃいけないんですけど、ナレーションで漢民族の誇り、というような形繰り返し繰り返しこの番組の中で台湾人出てくるのは、これはもう完全にその狙ってるリフレインだと思いますね。例えば避難支援でね、はい、漢民族を相手にしたと、はい、そしてでところが台湾には500万の漢民族がありました、だから日本は自分の領土に ね敵と同じ民族を、ね、掲げ込むことになりましたって NHK 言ってたんだ。これがうまいんだな、これね、こうごまかしね、ごまかしなんですね、うん、ということですね、なるほどとみんな思うんですね。まあ、これあとですね、また後半になりますけども、3時間目のあれになりますけれども、ちょっとこれを深めてですね、トータルで一体こういう番組ができる原因含めてですね、まあ、ちょっとお話してみたいと思います。それから私前にも言いましたけど、タイトルバックの問題、これもやっぱりきちっとやっていくべきことだと思っております。では一回ちょっとお休みさせてもらいます。